何が起きたのだ。心配ないわ。私の仲間が助けに来たみたい。そうか。ならば安心だな。先ほどのこと、よろしく頼む。ええ、必ず。兄さん、父さんが私を助けに来てくれたの。ええ、分かっていますよ。父さん、母さんを助けるって言ってたわ。自分を犠牲にしても家族を守るって。そう、父さんは最後までお前のことを心配していた。兄さん、教会に子供の私がいるの。あの子を助けないと父さんとの約束を守らない。